ホルヌス戦は、スイスのスポーツ、野球とゴルフを合わせ持ったようなゲームである。パックを打ち合うゲームで、パックは、最大で、時速 300km もの速度でうなりを上げて飛ぶ、ことから、ホルヌスと呼ばれ、競技名はこれに由来する。ホルヌス戦のフィールドは、エスカーレートと呼ばれる2つのゾーンで行う、およそ 100m 間隔で線が引かれており、そこで区切られている、パックを発射するスペースは、 横8メートル、縦14メートルの広さのところで行う。それを交互に20回行う。ボック、ボックと呼ばれる、船対称の曲がった斜面が発射スペースに広がっている。それは、鉄鋼でできている。ボックは、右利きプレイヤー用のものしかない。クロムなども含蓄されており、斜面の正面に、ナイロンで作られたスライドがある。パックの大きさで分けられた、発射台は、 ボックの真ん中に固定されている。古来は石か骨で固定されていたが、1973年以降は合成繊維で固定されている。パックは7 8ムの重さがある。昔は2 6 0ンチの木、金属、グラスファイバーなどから作られたバットでパックを打っていたが、1990年以降はカーボン製のものに統一された。バットの先端には、 カエデの木から作られたムチがついている。キャッチするための板は木で作られていて、およそ 4kg の重さがある。それぞれ18人ずつ2つのチームに分かれ、4回のターンで構成される。主に屋内の運動場でプレーされるのが一般的である。プレイヤーは地面から50メートルくらいの高さの台からパックを打つ。変な打ち方をすると、ペナルティを受ける。 守備側のチームはその撃たれたパックを地面に落下するまでに板でキャッチしなければならない。得点はパックが落ちるゾーンによって異なる。台から250メートル先のマーカーに近いところにパックが落ちるほど高得点になる。近いと15ポイントを得る。300メートルの地点にあるマーカーに当たったならボーナスポイントとして20ポイントを得る。守備側のチームがパックをキャッチした時は攻撃側のポイントが減る。 これを各チームずつ4回繰り返す。17世紀に生まれたベルンの教会の牧師が1625年に始めたのが起源だと言われている。その後19世紀になって急速に普及した。1902年に世界ホルヌス戦教会が設立された。ありがとうございます。